第四代ハノーファー王。イギリス王族でもあり、グレートブリテン貴族、カンバーランド皇の爵位を持つ。英語名は、アーネスト・オーガスタス。イギリス王権ハノーファー王ジョージ3世とシャーロット、王妃の逸尾として、ロンドンで生まれる。ハノーファー戦ン帝皇、デオルク1世が、イギリス王ジョージ1世となって以来、ハノーバーサの歴代のイギリス王は、ハノーファー戦ン帝公後に、 ハノーファー王を兼ねていた。ジョージ三世の死後、両王位は、長男ジョージ四世と三男、ウィリアム四世が、相次いで継承したが、二人の生着の子供は共に、創生していた。そのため1837年にウィリアム四世が、死去すると、イギリス王位は、ジョージ三世の四男ケント公エドワードの維持ビクトリアが継承した。しかし、ハノーファーはサリカ法に基づいて、 女子の恩位継承を認めていなかったため、エドワードの弟であるカンバーランド公アーネストが継承することとなり、イギリスとハノーファーの同訓連合は解消された。ハノーファー王国では1833年、イギリスの影響を受けた新憲法が定められ、自由主義的な政治が行われていた。しかし、新たにハノーファーのみの王となったエルンスト・アグーストは、 即位早々に新憲法の破棄を宣言し、反動的な政策を行った。そして、これに異議を唱えた、クリム兄弟をはじめとするゲッティンゲン大学の教授7人が、追放あるいは免職になるという事件が起こった。1815年にメクレンブルクシュトレーリッツ、対抗カール2世の娘で10枚にあたるフリーデリケと結婚した。フリーデリケにとっては3度目の結婚であった。 二人の間には子が生まれた。ジョージ4世、ウィリアム4世、エドワード・オーガスタスラは2位。ありがとうございます。